菅田将暉さんが初の日本武道館ライブを開催です。去年10月からスタートした全国ツアーのファイナル公演、ゲストはコラボソングもリリースしたクリーピーナッツ。やっとこう一緒に、いやほんまっすよ、作ってからもう3年、コロナガンって入った時にやって、うん、ライブ向けっすよねとかって作って、そう3年ライブせず、客前での初披露が武道館っていうのスペシャルだね。スペシャルですね。お願いしますよね。およそ1万人のファンを前に念願の楽曲サントラを歌い上げました。あの首外し誰